皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は人気が高い間違い探しです。間違い探しは一度にたくさんの情報を視界に入れるので、空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われていますよ。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で一箇所だけ違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。問題は全部で15問あります。回答時間は20秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。花見をしている動物たちのイラストですね。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はパンダが持っているチューリップが消えていました。桜の季節は終わりましたが、春はワクワクする季節ですね。それでは次に行きましょう。2問目です。カフェのイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、真ん中のライトが消えていました。コーヒーもスイーツも大好きな私には食べたくなってしまうイラストでした。3問目です。運動会のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、女の子の後ろに見えている雲が消えていました。これはつい見落としてしまいそうな問題ではなかったでしょうか。時間内に見つけることができましたか。4問目です。おばあちゃんが退院する場面のイラストですね。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。男の子の洋服の模様が消えていましたよ。家族みんな嬉しそうですね。やっぱり元気が一番ですね。5問目です。電子レンジのイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、時間が出る画面が小さくなっていました。これではタイマーの時間が見えにくいですね。それでは次に行きましょう。6問目です。街のイラストです。
違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、中央の男性が反転していましたね。なんだかとても活気がある素敵な街に見えますね。7問目です。友達と旅行をしている外国人のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、一番右の女性の髪が短くなっていました。新型コロナの影響で今は難しいですが、早くこうして旅行やお出かけができるといいですね。8問目です。お月見のイラストです。違うところを一箇所探してください。です。正解は、右の男の子の洋服の首元が変わっていました。十五夜は中秋の名月とも呼ばれていますね。今年の十五夜は10月1日ですよ。必ずしも満月ではないようで、今年は満月ではないようです。9問目です。理髪店のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、左の植木鉢が小さくなっていましたよ。時間内に見つけることができましたか？10問目です。湖のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、左の木々が消えていました。水面に影が映る素敵なイラストですね。11問目です。和菓子のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は、右上の桜が乗ったお饅頭。桜が反対向きになっていましたね。どれも美味しそうな和菓子。皆さんはどんな和菓子がお好きですか？12問目です。クリスマスケーキのイラストです。違うところを一箇所探してください。
答え合わせです。正解はサンドされている生クリーム部分が消えていましたよ。細い線で見づらかったと思いますが、気づきましたか？13問目です。部屋の風景のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は棚の2段目に飾ってあったものが消えていました。まるで写真のようなイラストでしたね。14問目です。獅子おどしのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は左側の草の一部が消えていました。この獅子おどしの音がすると和を感じさせますよね。素敵な音だと思います。それでは最後の問題です。親子でジョギングのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はここに木が増えていましたよ。家族でジョギング、健康的でいいですね。素敵な家族時間です。以上で問題は終了です。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布しますので、ぜひご活用くださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。